ウィキペディアドイツ語版ウィキペディアドイツ語版ウィキペディアは無料の公的に編集できるオンライン百科事典ウィキペディアのドイツ語版である2001年5月にスタートしたウィキペディアドイツ語版のメインページ2012年10月の時点で約147万件の記事を有し英語版ウィキペディアに次ぐ2番目の規模を誇る2009年11月の統計では97%の 記事が200文字以上で、93%の記事が500バイト以上で、46%が2キロバイト以上で、記事の平均的なサイズは3505バイトである。これは、規模の大きいウィキペディアの言語版の中では、英語版に次ぐ。英語版ウィキペディアと比べて、ドイツ語版は記事が淘汰される傾向にあり、架空の人物や類似した記事の小さなスタブはしばしば拒否される。 2005年の12月28日にドイツ5番、ウィキペディアからスタブカテゴリーを排除する決議がなされた。2005年1月に Google z e i t o n は、ウィキペディアは Google ドイツで8番目に多く検索されたと発表した。ランキングは1位からアンジェリーナ・ジョリー、サターン、ルドルフ・モスハマー、シュナ・アッピー、Firefox、ジョージ・ブッシュ、津波であった。 2005年2月にはウィキペディアは、ファイアーフォックスとバレンタインデーに次ぐ3位になった。2005年6月には1位にもなっている。ドイツとオーストリアではホロコースト否定が法律により禁じられているため、ドイツ語番ウィキペディアのホロコーストのノートページでは一番上にこの警告が掲げられ、ホロコースト否認の記載が禁止されている。ドイツ5番ウィキペディアでは被疑者が逮捕されても、 その報道を即日掲載することは禁じられており、判決が出てから掲載する方針である。ジークフリートマウザーのドイツ語版の項目はすでに、不助暴行の記載があるが、これは、有罪が確定した後である。ハンスユルゲン本防税は主犯であるにもかかわらず、司法による判決が2016年7月現在、決定していないので掲載は見送られたままである。 ドイツ5番ウィキペディアを印刷した紙の百科辞典がドイツで発売されている。この辞典はベルテルスマン系の大手出版社ビッセンメディア、ファーラク社の子会社であるバーテルスマン歴史コンインスティチュートから発売された。値段は一冊19.95ユーロで厚さは1000ページあり5万項目が収められている。ウィキペディアが紙の辞典として出版されるのは世界初のことであった。 ウィキペディア多言語版の統計ウィキペディア多言語版の統計なお規模の小さいウィキペディアの言語版チェロキー語版では記事の平均的なサイズは1万バイトを超す AB カレントアウェアネスポー a ル2008年10月21日閲覧ありがとうございます